はい、こんにちは。今回はこの、下絵付けの方法を説明したいと思います。この葉っぱは不織布、この下に敷いてありますけど、この不織布を使って表現してみたんですけど、この説明をしていきたいと思います。このお皿を焼き上げるまでの制作工程を撮った動画、別に上げてますので、そちらも見ていただけると今回のこの細かい説明が分かりやすいと思います。これは、磁気土で呉須で還元焼成で仕上げてます。では、呉須の溶き方、すり方から説明していきたいと思います。呉須今乾いた状態ですね。まず乾いた状態のまま作ってみたいと思います。呉須はすればするほど彩度が鮮やかになっていくと言われているので、結構、機械で吸ったり手で吸ってても長時間吸った方がいいと言われますけど、なかなか個人でやるには何時間もするのは大変ですけど、やる方もいるみたいですね。できるだけ細かく吸っていきます。はい、そしたら水を入れていきます。ここであんまり薄くしすぎても後で調整しづらくなるので、どちらかというと後で水を足してちょうどいい濃さになるぐらいにしたいので、薄くしすぎない方がいいんですけど、あんまりこうペースト状にもたもたこう乳房の方につく状態だとあんまり絵の具の周りが良くないので、少しその辺は経験で掴む分かもしれないですけど、なんとなくこんな感じで進めていきます。お茶を入れると、描く時の伸びが良かったり定着が良かったりするっていうのもあるんですけど、僕は最近お茶で溶くことはあまりなくて水でやってます。こんな感じですね。これで、あとは別の皿にとってちょうどいい濃さに調整するのが一般的だと思います。なんですけど、もうちょっとここから細かくする作業をしていきたいと思います。ここから先はちょっと一般的ではないと思います。別の器にとって、濃さなんとなく分かりますかね。ちょっとドロッとした状態ですね。で、今取ってる筆は油絵用の豚毛の硬い筆です。これを使ってこの器の中でまた擦っていきます。
画面越しじゃわからないかもしれないんですけど、乳鉢で吸ってるとあんまり棒と器の接地面って広くないですよね。ほとんど点で当たってるだけなので、あんまりするのに効率的ではないですね。で、そういう意味ではガラス板の上でする方法もあって、そっちの方が効率的だと思います。ただ、そこまですることもないかなと思っていろいろ試してるんですけど、この硬い筆でこういう器の中で筆ですりつぶす感じですね。でやってあげるとかなり滑らかになるので、あまり精密な絵付けをするんでなければこれで十分なことが多いですね。僕は自分の作品で絵付けすることはほとんどないんですけど、各場面あった時にはここまでしないこともありますけど、これをするとだいぶ細かくなります。ただ、筆は傷むので、こんな使い方すると筆は傷むので、描画する時の筆とは分けて、もともとこの硬い豚毛の油用の豚毛の筆で陶器に絵付けする場面っていうのはそんなに一般的にはないと思うんですけど、だいぶ細かくなってきました。ベースのゴスが溶き終わりました。では次の段階に入ります。はい、それでは次に濃度の違うゴスを作ります。で、これはそのまま使うにしてはまだ濃い状態、濃すぎる状態なので、こっち濃い絵の具を作って、水で薄めますね。これはいろいろ試してみてくださいね。どのぐらいがちょうどいいっていうのはこの画面越しではなかなか説明がしづらいんで、特に語数は濃くなりすぎると上にかけた釉薬を弾いてしまうこと、縮れてしまうことがあるので、特に気をつけてください。これが濃い方です。で、次薄い方。薄い方はもうすごく薄いので、この筆についたのを拭くぐらいでいいです。この方は画面越しでもちょっとわかりますかね。かなり薄くしてみます。こんな感じです。間違いですね。はい、それとただの水も用意します。はい、次に不織布の説明をします。これが不織布ですね。この作品を作った時に使った不織布の型です。この葉っぱはこれで作りました。いや、本焼きで縮んだのが分かりますね。この絵もやっぱりちょっと縮んでますね。これがこれかな。あ、違うな、これか。これはこうですね。やっぱりだいぶ縮んでますね。これ不織布なんですけど、これの元が
これ100均で売ってるものです。クッキングペーパーですね。クッキングペーパーの不織布を使ってやってみたいと思います、はい、中身出してみます。不織布もいろいろあるみたいで、まあ、実はさっきお見せしたこの、葉っぱの型紙で使った不織布はこれよりもちょっと薄くて硬いんですね。なので今からやるのとはちょっと違うんですけど、これはもういただいた不織布でどこに売ってるかとかはちょっと分かんないので、身近で手に入るものでやってみたいと思います。これですね、クッキングペーパー、リードクッキングペーパーですね。ではやってみます。何でもいいので、ね、こういう感じで下書きをしてハサミで切っていきます。ちょっとかっこ悪いですね。新しく作ります。はい、新しく書き直しました。これを切っていきます。これ切るのはよく切れるハサミで切ってあげれば、まあ、紙を切るのと同じような感覚で切ることができるので、ここは特に説明必要ないと思います。こんな感じですね。はい、次に素焼きの生地に貼っていきます。で、少し濡らしておいて、で、余分な水分を少し取ったらここに貼っていきます。こういう感じですね。はい、ではやってみます。ちょっと乾いてしまったので水で濡らしてからです。これ乾いたところに絵の具を垂らしてもうまく浸透していかないので、まずは水で濡らして、かなりタイミングが重要で、これこそ画面越しで説明するのは難しいんですけど、この不織布が少しずつ乾いていくんですけど、まだもうちょっと待ちません。ちょっと白くなってきたところを見計らって、この筆先を今薄い絵の具を取ってます。あ、薄くないな、結構濃いですね。でやっていくとじわーっと吸い取ってくれるので広がってきます。で、試しにこっち乾いてから絵の具吸わせてみますね。あんまり浸透しないのが差がわかると思います。はい、だいぶさっきより乾いた状態でやってみます。この木はですね、にじみがちょっと違うんですよね。なので実際やるときはかなり急いでやらないと、全体が湿ってるうちに絵の具を足してあげないと綺麗なにじみにはなりにくいです。しばらくして乾いたらこれ剥がしてみますね。だいぶ乾いてきましたね。こっちのにじみも作風によっては使えると思いますけどね。綺麗なグラデーションをしたい場合は湿ってるうちに絵の具を垂らしてあげるとじわっとこの辺にじみますね。取ってみます。こんな違いですね。わかりますよね、この際が
にじんでないんですね。こっちはにじんでるんですけどね。でさっきのこの不織布は、もう一遍使えますから、きれいにしてから使います。もう一遍やってみたいと思います。薄い方が思いのほか濃かったので、もうちょっと薄めます。はい、やってきます。もう一遍これ水に浸して、で少し乾くのを待ちます。ここ見計らって、でこっち筆にはよく溶いた絵の具がつくように、ゴスがつくように混ぜながらですね、待ってます。いや、ちょっと乾きすぎちゃいましたね。じわーっとにじんでますね。でここに水で追いかけてあげると、また水でごそすーっと向こうに追いやってあげることができます。で濃いのをまた先につけると、あ、ちょっと雫が強すぎましたね。先とか根元が濃く表現できます。これちょっと乾くの待ちますね。はい、取ってみます。こんな感じですね。ちょっと一番最後濃いのを入れた時もうベースが乾きすぎたかもしれないです。なんですけどね、まあいろんなパターンがあっていいと思います。100均で買ってきた方も試してみたいと思います。これダイソーのものです。素材感はほぼ一緒ですね。ちょっと硬いかもしれないです、こっちの方が。もしかしたらこっちの方がやりやすいかもしれないです。同じようにやってみます。と少し乾いてきましたね。なんかこっちの方が使いやすいですね。料理で使うのはどっちがいいか僕はわからないんですけど、今この技法ではダイソーで買ってきたこのクッキングシートの方がやりやすそうです。
うん、いい感じですね。ちょっと違う形でやってみましょうか。帯状に切ってみました。これで試してみます。面積が広いと水を行き渡らせるのがちょっと大変かもしれないですね。はい、これで部分部分に色を入れて、面白い効果できそうですね。ちょっとこれで待ってみます。はい、剥がしてみます。これも使いようによってはなんか使えそうですね。帯状にしてグラデーションで、これのストライプの器も綺麗になりそうです。で、染み込ませ方はこんな感じです。あのタイミング見てですね、あんまり乾きすぎちゃうとグラデーションがうまくいかないですし、あの濃度もね、薄いの濃いの、まあ、あともう一種類あってもいいかもしれないですけど、違う濃度のものがあれば染み込ませた時にグラデーションが綺麗に見えると思います。では、この葉っぱの方で白い線とゴスの濃い線あるんですけど、これの表現、この2枚の葉っぱで説明したいと思います。はい、使うのはこの道具です。まあ、単に削ればいいですね。やってみます。感じですね。まあ、掘ればいいんですけど、やり直しが効かないのでそこだけ慎重にする必要があると思います。次は普通に筆で描いてみたいと思います。はい、次は線描きです。細い線を描くのはねちょっと大変ですけどね、あのもちろん技量も必要なんですけど、細い筆がないとやっぱり描きにくいですね。やってみます。僕も絵付けは専門じゃないので何とも。しくじっちゃいましたね。まあ、ちょっと下に置いて描きますね。ちょっとしくじっちゃいましたけど、まあ、許せる範囲でしょう。許してください。こんな感じです。
これで透明をかけて焼けばこういう仕上がりですねになります。普通の絵付けと違って一般的な方法ではないですけど、キッチン用品クッキングペーパーを使ってこういう使い方できますので、で面を塗るには割と筆でねこういう形にグラデーションで塗るっていうのはかなり難しいので、それを考えると型紙切って染み込ませるっていうのはとても簡単で綺麗な仕上がりになるので、試してみてください。はい、ではこのぐらいにします。参考にしてみてください。